こんにちは。今日はセリアさんの購入品紹介になります。こちらの瓶行きましょうか。瓶というかこの辺ですね。ガラスの、まずはこちらのガラスなんですけど、これがこんな感じの丸いガラスで、キャンドルホルダー、キャンドルホルダーだったんですね。私はこれはこの間前回購入品で紹介したガラスペン、ガラスペンの水で洗うところが欲しくて、このやつ買ってきました。これに水入れて、このガラスペンをここで洗おうかなと思って購入してきました。まん丸ので、こちらがこれもね、前回ちょっと前に紹介した何でしたっけ、シーリングスタンプ、シーリングスタンプのワックスを入れるものですね。これね、もう一個買ってきました。じゃん、コードがこちら、ビクトリアガラス瓶の丸型ですね。こちらの、すみません、こちらのジャンコードがこちらです。そう、これね、なんで買ってきたかっていうと、最初にお見せするんですけど、こちらのホワイトがね、やっと買えたんですよ。シーリングワックスのホワイト、前回私ね、ホワイト買ってなかったので、ジャンコードがこちらです。シーリングスタンプのこのワックスもね、ずっと品切れだったんですけど、今日行ったらね、出てました。そしたらね、ホワイトもあったので、そう、このホワイトを入れる瓶ですね。私全部この瓶に入れてるので、はい。そしてこちらですね、なんかもう私こういうね、ガラスが好きなんですよね。こちらもキャンドルホルダーですね。テーパーキャンドルホルダー、これは皆さんお気づきかと思うんですけど、ボンドですね。ボンド、これ試しに入れてみたら、スポンってちょうどね、良かったんですよ。しかも綺麗じゃないですか。そう、最近ね、ガラスが好きで、まあ今使ってるのも多分捨てはしないですけどね、なんか飽きちゃうので私だからまた買ってきました。はい。そして、そう、こちらがね、これガラスペンですね。ガラスペンのインクだけね、あったんですよ。しかも黒とこのターコイズブルー、これね、2つ種類、この2個しかなかったので、まあ、とりあえずちょっとずつ集めようと思って、この前回黒を買ったので、今回はターコイズブルーっていうのを買ってみました。じゃん、コードがこちらです。私が行くセリアさんはね、本当に全然なくて、結構皆さん購入品で、なんかいろんな色買ったりしてていいなと思うんですけど、全然なくて、今回はそう、これ2個しかなかったです。ターコイズブルー。ちょっと黒に近いようなブルーですね。結構いい色でした。黒って黒っていう主張がすごいんですけど、これだとね、ちょっと柔らかい黒みたいな。YouTube で紹介されてる方がいて、なかなかいいなと思って。はい。あとこれいつも使ってる OPP テープ。セロハンって、セロハン、あれ?セロハンテープより、セロハンテープとして使えばいいんですよね。あれ?私 OPP テープ。まあセロハンテープ欲しかったんですけど、まあ何でもいいんですけど、 OPP テープ、まあ何でもいいんですけどね。でも、うん、これが使えれば。続いてこちらです。こちらのなんて言うんだろう、ミニシールクラシックマジック、これが20ピースで、ジャンコートがこちらです。これは、中見てみましょうか。いろいろな種類、いろいろでもないですね。この1枚のこちらのシールと、こちらですね。こんな感じのシールと、あとこれがね、欲しくて、この、こんな感じ。ピンクゴールドっぽい感じですかね。ピンクゴールド、こんな感じの。素敵ですよね。はい。これを買ってきました。私はね、よく言うんですけど、波があるんですよ。だからもうピンク系の可愛いものが好きっていう時もあれば、すいません、続いてこちらですね。これも柄違いですね。そう、ピンク系のものが好きだったり、シンプルなものが好きだったり、でね、最近はもうコラージュ、なんていうの、ヴィンテージもののコラージュ、
っていうんですかね、これが1枚のペーパーシールで、最近ヴィンテージものがすごく好きで、なんていうんだろう、 木とか、これはゴールドですね、木とかそういう系がねすごく目に行くんですよね。こんな感じで、これはね型抜きになってます。そうだからなんていうんだろう、本当にいろいろ変わるけど、もういろいろ好きなんですよ私、とにかくこれ1枚の剥がしてみましょうか。こんな感じですね。ちょっとね厚手のシールですね。はい、これはあの切ったりしてコラージュに使えますね。そうだから最近はちょっとヴィンテージっぽいのが好きで、もう部屋もなんだろうヴィンテージにしたいってあるんですけど、きっとまたね変わるんですよね。ただ今はもうめちゃめちゃヴィンテージ系が好きです。はい、あとは全部マステですね。マステを紹介していきます。まずこちらです、マスキングテープオールドマップ、これ2種類あって両方とも買ってきました。ジャンコードがこちらです。最近ねマステ帳とかやってないのでこういう感じで紹介になるんですけど、こんな感じです。地図になってるこんなマステですね。これはもういいですね、あのコラージュにも使えるし、こうやってそんな柄がね何だろう主張してないのでいろいろ使えそうです。久々にマステ買いましたね。でこちらです、こんな感じの、はい、こっちはちょっとホワイト系ですね。こっちの方、こちらと続いてこちらのアリスの、これもねずっと迷っててついに買っちゃいましたこれもね2つ柄があって2つともね買ってきました。でジャンコードがこちらです。あ、これはかわいい、あここで切れるんですね、ビリビリって。あ、これよかった、買ってきてどういう感じかなと思ったけどかわいいですね、アリスのこんな感じの柄。あ、かわいい。まずこちらです。でこれが簡単に、あ、切れますね。はい、字がこれも柄が違うんですね、こんな感じです。ここか、あ、おしゃれでかわいい。はい、この切り取り線がいいですね、簡単にピッて切れて。はい、で続いてこちらです。こちらも切り取りやすいミシン目カットインの、これは白押しになっていたので素敵だったので、で柄が2つあって両方ともね買ってきました。ジャンコードがこちらです。おしゃれですね、なんかこんな感じ。でこれはさっきのアリスよりはちょっと幅広ですね。でこんな感じで、あの箔押しが入ってます。すごい綺麗、いいですね、こんな感じ。もうこれいいですね、おしゃれで、さっきのアリスよりは分かりづらいんですけど、こんな感じでここにねちょっと点線入ってて簡単に切れます。あれ、こんな感じですね、切り目が入ってるのでこんな感じです。なんか私が行くセリアさんは多分交互に入れてくれるんですよ。こうやってぶら下がってるんですけど、あの、この柄がいつもこうやってね、交互に入ってるんですよ。だからね、こう2つ持ってきちゃって、チラッと見て、
買ってきちゃいましたね。ほら。で、最後ですね。最後ね、すごい可愛いんです。こちらです。キラキラパール加工のこんな感じです。キングテープ、アンティークキャッツ。これはね、色が違うので大丈夫だと思います。じゃん、コードが2つとも同じです。逆だ。可愛くないですか？ちょっとこんな感じで光ってて、めちゃめちゃ可愛い。しかもこのコーヒーカップと、あ、すごい可愛い。柄も好きですね。すごい。パール加工ってこういう感じですね。可愛い。はい、こちらと、こちらです。こちらピンクの方ですね。こっちは猫ちゃんですね。いや、すっごい可愛い。これもね、パール加工のキラキラです。可愛い。え、これはでもマステ帳に貼っとこうかな。めちゃめちゃ可愛いですね。はい。可愛い。はい、今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。